はい、どうも、金子です、今日は、6回目ということで、おですね、なんだっけ、KID の、DY41、ここにやいって入ってない、で、なんかこのフレットマークも、あちこちちょっと普通じゃないみたいなんですけど、まあ、D41 のコピーモデル。ちょっとカスタムっぽい感じで作ってるらしくて、サイドバックが、はからんだの短板で、こういう、ね、貝の、座禅細工がこう施してあって、なかなか高級感の漂う。でピックバードが本別光です。塗り込みうちにある中で一番定価が高い楽器です。20年前ぐらいに中古で買ったんですけど、全然弾いてなかったんで、ちょっとまだ今鳴りがいまいちなんですけど、この後ちょっと弾いてたらもうちょっと良くなるようになるかなって期待してる楽器です。どうもありがとうございます。